ってます。実際に実機でお見せするものはですね、皆さんが東京ゲームショウの試遊台で遊んでいただけるものと同じものをお見せしようと思います。はい、それでは早速、ですね、あと1個今回試遊で皆さんにニコ生でご覧いただきますのは上画面だけになります。で、先ほど のマップが出てたりとか下画面でワープする地点をタッチしたりとかキャラクターチェンジする画面は下画面で行いますけども、ここはちょっと画面映ってないので私の方で口頭で説明させていただきたいと思います。じゃあそれでは早速進めていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、私有で用意しているプレイアブルキャラクターは3キャラクターいます。まずは、ゼルダ無双のリンク、まあ、青いマフラーしてますね。で、これと、その次がトゥーンリンク、先ほどこのゼルダ無双ハイラロースターズで追加したニュープレイアブルキャラクターです。で、もう一人が、テトラ、こちらが、風のタクトからの参戦です。で、ここからですね、2名選んで使用していただくんですけども、今日はせっかくなので新キャラクターのトゥーンリンクとテトラ、この2キャラクターを選んで先に進めていきたいと思います。で、ステージはこれも風のタクトをモチーフにした新ステージです。魔獣島となってますけども、風のタクトのいろんな島の要素が入ってる島になりますので、はい、これがトゥーンリンクですね。はい、でまあ、その一騎当選の爽快感というところがしっかり感じていただけるようにということもしっかり作ってますので、ここはぜひ皆さん私有で楽しんでいただければと思います。で、早速ですけどプレイヤーチェンジのこれ、チュートリアが出てまして、説明は下画面なんですけども、はい、これは後でちょっとプレイヤーチェンジしてみましょう。あ、今下画面ですね、タッチしたのでプレイアブルキャラクターがテトラに切り替わりました。はい、じゃあテトラ今度行ってみましょうか。で、これのシステムとしては砦がいくつかステージにありまして、この砦を制圧していくというような遊びになります。なのでちょっと今この目の前にある赤いラインが引いてあるこの四角いところが砦ですね。はい、じゃあここ倒していきましょう。ちょっとですね、また別のミッションが発生していて、ブサイクイワ、これも風のタクトに入っている要素ですけど、ブサイクイワを壊しなさいというようなミッションが発生してますけど、ちょっとまずはここの砦を攻略してからいきましょう。あ、砦を制圧しました。じゃあ早速、じゃあちょっとそのブサイク岩にまで行ってましょうか。あ、今ですね、画面の奥の方に見えますかね、ちょっとブサイク岩が、ブサイクですね、はい、ブサイク岩、ね、これを、まあ、向こうから今ちょっと増援がどんどん来ちゃってるんですけど、こっちからちょっと登れないので、ちょっと別の方法で岩を壊さなきゃいけないですね。じゃあここでじゃあちょっとアイテムを切り替えてみましょうか。あ、これですね、ハンマーです。このハンマーというアイテムもこのハリエルオールスターズで新しく追加したアイテムになります。あ、これも風のタクトで扱っての船ですけど、あそこの船があるんで、じゃあちょっと近づいてみましょうか。船があるけど、なんかここ押せっていうような感じのものがほら出てきた。ハンマーでこの、じゃあちょっとボタンを押してみましょう。はい、これゼルダシリーズおなじみのジングルともにブサイクイは倒せました。これで向こうに進めますが、これですね、ちょっと下画面がないんであれですけど、実はこのブサイク岩がこのフィールド上3つあります、はい、で今1個壊せたんですけど、あと2つあるので早速その2つを倒しに行きたいんですが、ちょっと今こうテトラちゃんからだと遠いので、ここでキャラクターチェンジしましょう。はい、リンク、これも下画面でキャラクターのアイコンタッチするだけですぐ、まあ、変更できますんでね。はい、
命令とありますけど、今実際にプレイアブルキャラクターで操作している以外のキャラクターを、まあ、ここに迎えとかっていうことも指示できるようになってますんで、この辺はあの 3DS の3あの無双シリーズ遊ばれてる方はおなじみの要素だと思います。はい、行きましょう。あ、じゃあせっかくなんで吹いてますか、オカリナ。ここでもちょっと遠いらしいんで、はい、はい、お、オカリナ吹いた。ちょっとこう下画面で今、ワープするとこを選んでます。はい、でタッチすると、おお、移動しました。なるほど。これでブサイクイはちょっと、あ、目の前にありますね、もう、はい、はい、こういう形で実際にあのフィールドを実際に走るだけじゃなくて、いろんなオカリナですとかキャラクターチェンジを駆使して、はい、まあ、ミッションをクリアしていきましょう。これもどっか近くに多分ハンマーで押さなきゃいけないところがありますね、目の前。あ、見えてきましたね、はい。ここでまたアイテムを切り替えてハンマー、お、こんな感じです。じゃあ、ですね、テトラちゃんにまた切り替えてみましょう。あのオカリナってゼルダシリーズですとリンクが吹くアイテムなんですけど、はい、ゼルダ無双ではみんなあのオカリナ吹けます。なので全員吹けるんですね。はい、テトラちゃんもオカリナ吹きます。でまたこれでアップできます。あ、目の前にありますね、ブサイクイワ。これ最後のブサイクイワです。じゃあこれもアイテムを切り替えてハンマー。これで3つ全て壊せたので、はい、先に進めますね。これで先に進めましょうか。まあ、ご覧いただくと分かると思いますけど、ゼルダ無双としてのしっかりその一気当選の爽快感っていうのは感じていただきつつ、はい、まあ、より戦略性をこう皆さんにこうどうやってクリアしようというところを楽しんでいただけるような要素っていうのが追加されてますんで、はい、であの敵キャラクターもですね、もちろん新しく追加しているキャラクターがいくつもいまして、ここは、お、魔力解放チュチュ、これもあの風のタクトで出てる、はい、あのキャラクターですけど、はい、普通の攻撃だと倒せません、はい、なのでここもえい、おー、ハンマーですね、一発。こんな感じで、あのアイテムも敵を倒すのに使ったりということで、まあ、ゼルダらしい遊び方をしながらも、はい、しっかり意気投戦として楽しんでいただけるものになってますので、はい、はい、じゃあちょっとここで、これで一気に必殺技で、お、ですね。まあ、ここから先は、はい、あの実際に東京ゲームショウに来て試遊していただいて、遊んでいただければと思いますけども、はい、簡単に今回あの新キャラクターのプレイアブルと、あとは 3DS ならではのちょっと新要素をちょっとご体験あの見ていただきましたので、はいはい、ぜひぜひ皆さんこちら東京ゲームショウでご体験ください。はい、ありがとうございました。では実機は以上ということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。ではここで臼田ディレクター一度ご講談となります。どうもありがとうございました。ありがとうございます。